それ花か。やっぱりちょっと勘に触るな、君の物言いは。あの桜井って人はなんか苦手ですけど。あの人なんで花だって分かってくれたんだろう。不思議と桜井さんのことは些細な言葉も表情も思い出せるんです。おい、なんだ陽一。桜井さん。陽一。桜井さん、大阪に転勤らしいぜ。真面目に考えてくんないかな。俺お前のことが好きなんだ。初めて見た陽ちゃんが笑った顔。陽一は桜井さんのこと好きなんだと思います。まだ19のガキなのによ。会いたいです。俺とこんな関係になることも重さは分かってない。俺とちゃんと付き合う気あるのかって聞いてるんです。桜井さんはいつも静かに俺を待っていてくれる。